どうしたどうした、お腹すいた、お腹すいた、うじゃ肉肉くんくんし起こした、ああ今からこの肉焼いてく、焼いてく、いいね、漫画肉うまそう、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 もう火燃えてる、燃えてるから焼こう、すごい、焼くしかない、あらか、焼いて、うるせえ、じゃあまだだから今つけたらあかん、黙れ黙れさすが荒川、めちゃめちゃこの格好してたら声かけられる、うん、動画見てる人も多かったからなんかなりフレンドリーな、なんかもうやけどにかそれはうっさいね、それはうっさいね、これ縄文人の友達からすでに肉食える状態だけど現地で差し入れみたいなあるんだ、言わないでそれだけはそれだけはやめてこの辺もなんかあのこれあの美大の人からもらった美大でしかもこれは手作りらしい、ちゃんとね土器なんだよね、ちゃんと土器教室やってる方なんですね、いろんなミラクル、こんなミラクルあるんだね、今日土曜なんで人多いです、なんで今日だったんだろうね、うん、暑いね、暑い、じゃあ焼く焼く焼く、やっぱね、これ大丈夫、これトングないね、トング忘れた、トングないね、トングない、トング、ちょ、太郎源人さ、あのさっきの白いテントのところから借りてきてよ、すいません、すいません。いた。トングを借りに行った。この辺の人たちみんな優しい。優しいね。優しいよね、みんな。あ、本当チャンネル見てる人も多かったから。これ確かにちょっと高いよな。ちょっとこれ怖い。これもう手作り感あふれる。焼ける。ここにうまいこと立てかけるってことよね。かけたいけど。ついて熱い。火強い。やっぱ火怖いですよね、さあ火苦手、いやめちゃくちゃついてる、大丈夫これ、これ大丈夫、ダメこれ、あ、来た来た、あ、借りてきた、ありがとう、お前見てくれてる人たち、ほんと4人ぐらいしかいないから、うん、あと大家族だめっちゃ見てくれてるのはあのグループで4人だけだったんだ、あとは大家族全然知らないお父さんとか、じゃあ怖かったろうね、すげえ来たよ、来たよトング、あ、よかったよかった、鳴らして、ちょっと鳴らして、任せて、あっつい風が強い、あっつい、あっつい、もうすごい、もう暑いね、酸素がすごい送り込まれて、でちょっと一応ね、あ、今日めっちゃ燃えんじゃないだから土台になるようなやつをつけようか、上に置いちゃうとあれだよな、あ、いける、どうどう、ちょっとあの最初ゆっくりとかいいんじゃない、弱火でいきたいけど火すごい強い、あ、骨ずれてきてる、大丈夫、骨ずれてるけどもう一旦入れちゃうか、焼きたいけど、確かにね、どう、うん、タレ作る、タレ作る、タレ作る、とりあえずもうやれることやろうね、醤油と蜂蜜、醤油と、めっちゃいいね、絵はいいよね、絵はいい、これは醤油と、醤油と蜂蜜、甘じょっぱいの好き、醤油たち大好き、これをそれハケさ、プラか、これプラ大丈夫か、肉に焼くだけだから、あ、そう、確かに、でもそれだってここにつけるわけだろ、結構危険気をつけてよ、ここにつけるんだろ、肉に焼く、ここにつけるんだったらもう今灼熱だぞ、今ここ大丈夫、溶けちゃうかな、まあでも一瞬だったら大丈夫じゃない、塗りながら焼いて、あ、いいねいいねいいね、うわ、あ、いいねいいねいいね、すごい、いやでも火強いからもうちょっと表面焼けちゃう、これだと焦げちゃうこのままだと焦げちゃう、これあ、すごい焼けてる、あ、早っ、早い、これ絶対火通ってない、中まで通ってないよ、これ絶対、うわ、これナイフとかあったらな、ほんとだ、でもそれかぶりつきたいよな、その形、でも そうだね、切りたくないね、うん、やっぱそれだけはやりたいよね、うん、ちちちち
いや今日風強いわ。今日強いのね。これ多分ずっとボボボボ言っちゃってると思う。あ、本当？うん。聞こえないかもね。ごめんね。絶対に土日じゃなかったやるの。ね、人が人すごい絡まれる。うん、絡まる。すごい絡まれる。怖い。あのこの格好で絡まれて近づいたらあガーリーレコードチャンネルかってなってる。それの瞬間が一番。やっぱちょっとバレないね、うん、いいね、バレたくないんだ。あでもいいねいいね、見た目はすごく。それを高井が頑張れるならもっとくべてもいいかも。くべようか。もう逆に行くしかないよね。もう頑張れ、頑張ろう。行こう。あ右手燃えそう。頑張れ。大丈夫。我慢じゃ。我慢で。我慢。我慢でとかのレベル超えてるかもしれない。すごい。やけど。右手やけどする。頑張れ。大丈夫。我慢だ。これ我慢で。太郎くべて。いけるいける。くべてくべて。我慢でいけるかな。大丈夫大丈夫。でも。我慢していけた肉は美味しいぞ。美味しいよ。出てうまいよ。これすごく美味しそう。みんなにも振る舞ってあげたいね。ああ焼いてこう。時間かかる。これは時間かかるね。時間相当かかる。ああだからあのもらった肉食べて。食べよ。あ食べて待とう。ああ肉はうま食うか。そうだね。ああ食うしかないか。意味わかんない。せっかく、せっかくいただいたんだから。確かに、まあ、無駄にするわけにはいかないね。食べてこれ、これ、あの、ひっくり返したらさ、うん、網みたいに使えないから。あ、これ、これ、これ。あ、こっち？その、そこ肉を置けそうじゃない？あ、ちょっと。肉を置けそうじゃない？肉焼いてみよう。あ、肉ちょっと、その、テストネット置いてこいよ。もらった肉をテストって。あ、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、あ、いいじゃん、いけてるよ。あ、すごい焼ける焼ける。あ、ちょうどいいんじゃない。あすごい文明。確かに温め直して食べてって言ってたから、言っちゃうね。そうだ、それの下にな、巻き入りゃいいけどな、本当は。うわまあでもこっちの方が焼けすぎなくて。まあそうだね。うん、あっち。ただの灰がめっちゃつくけど。すごい。まあそれはやっぱ炭火焼きみたいな、うん、醍醐味みたいなのがあるよね。うん、あっちいな今日。どこ行ってもあっちいぞ今日。ああこっち来た。あそっち、そっち絶対。あちゃ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 。鳥が来るな。なんで。まだ帰ってていいのかな。あちちちちち。このメンタルって言ってたんだな。確かに。それ使ってないのかな。もういたら。うまい。あうまい。うまい。おこ。あ味もうついてんだ。それ。あちゃんと。土器持ってる。うまい。うまい。うまい。ありがとう。あ、ちゃんとバーベキューの味。うん、うまい。くれた人ありがとう。ありがとう。熱い。熱いも手がすごい。足痛い。頑張る。手が痛い。頑張る。今のうちに巻きくべる。くべとこ。何焼いてるんですか。肉。肉。いや、わかる。肉。肉。何ですか、それ。これ何、何肉？マンモス。これあのマンモス買ってる。今日今朝取ったんだ。やべえ、いいでしょ。焼けるんすかそれ。焼けない。マジで。焼けないよ。うまいこと焼けないし。うまいこといかないのよこれ。うまいこと言ってないから。そう。外ばっかり焦げて、ね。そうそう。本当うまくいってない。全然。やば。頑張ってください。ありがとう。ありがとうございます。これからもよろしくね。よろしくね。いいですね、やっぱり。フレンドリーな街、東京都北区赤羽はいい街ですよ、うん、骨の片っぽめっちゃ色変わってんじゃん。真っ黒になっちゃった。思った感じのなくなっちゃった。こんな軽くなるんだね。その棒、棒多分ね、縦にした方がいいよ。ああ、そうそうそう。ああそうそうそう、ひん曲がるから、ね。あ、本当だね。ひん曲がってつるんっていっちゃうから。確かに。てててて、熱い熱い熱い。熱い熱い。もうダメだ。あっちよ。もう低いかもしれない。いただいた肉ばっか進んでるな。そっちばっか食っちゃってるやろ。これ食べよう。完食できるぞ、もう。ちょっと確かにな、こっちも並べてっちゃおうか。そう。こっちも。食べる？ちょっと、太郎、置いていける？置いていく。
これもうあのタレに使ってるから楽でいいね。もう焼いて食べるだけ。温め直す。つけてくれたから。うん。トングも貸してくれたしな。トングも貸してくれた。いろいろなし。いろいろいらなのも。チャッカマンも貸してくれたし。もう全部やってもらっちゃってるんだ。すごいね。逆に言うと本当に俺たちは準備してなかった。何も準備できてない。何もしてないよ。まあ想像力が足りなすぎたな。ついてからあれ足りない。あれ足りないこれ足りないってなるんだね。出てきたね。今日ずっとそればっか。あこれさっきから焼いてたね。食べる食べないよ。でもやっぱ縄文とかその辺の人はもっとね、うん、もっと道具ないわけだから。確かにこれだいぶ揃ってる方が。うん。いってめ。目が痛え、ずっとじゃあ、食べるあのお膳立てがすごい、あっち今回は全てやってもらっていい、あっちこれ取れる、これあっちフェリックス君、取ってみなよ熱いんだよ、こここっちか、わかるだろう、取ってみなよ、これ半端じゃないぞ、熱いんだぜ今日レベルが違うんだよ、熱い、痛い痛いよ、あかもうダメだ、痛すぎも、うん、あ、おいしい、ありがとうくれた人、優しい人ばっかだね、そういう町だから、やっぱさすがだよ、一回あげてくれ、もう火を超えていかなきゃいけねえだろどう考えても頑張れ、でもこれだ、どん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 高くなって、そうだよ、やっていかないと、あーもう肉美味しい、骨のそのさ、開いてる穴から見えない、なんかここから見える限り、うん、でも結構焼けてきてる、ね、茶色くなってきてる、ほんとその陶器の骨がめっちゃ温まって内側からいってる説ない、かもしれない、あそういうのもあんのか、ダブルでこれ攻めてんじゃない、実は効果がやばいやばい、あっちゃ熱いで、取れる、取れる、取れよ、あっちゃ、もういいや、あもう俺炭のやつで、あこれ食ったら死ぬな今大やけどするわこれ食ったら死ぬな、死ぬ、あこれ食ったらやばい、一旦タレつけよ、これ危ねえ、これ危ねこれ食ったら死ぬじゃん、口の中大やけどして終わってた、あすっげえ、でもめっちゃ漫画肉じゃん、うん、お肉、皿、お箸、赤羽の方からの提供です、はい、ありがとう、肉、あっち、肉焼く前にもう食えてます、肉は正直正直、もしかしたらこれ食べた時の感動薄れてるから、ね、肉食べちゃってるから、本来の趣旨そっちだからね、ご好意なんでね、まあでもそうだね、ご好意はいただかないと、いただいたから、じゃあこれ食べよう、まあうまっ、良さそうだね、結構確かに、めちゃくちゃめちゃくちゃいいよ、今めちゃめちゃいいよ、見た目はすごくいい、抜群、すごいね、うん、これもうちょっと焼いたらもう食べてみようか、そうね、最後じゃあちょっと最後の一仕上げ、一仕上げかぶりつきたいよね、かぶりつきたい、うん、ずっと待ってる俺ら、お疲れ様、ああこれ飲めよ飲んだらいい、普通に水、うん、普通にどう、ドッキーね、なんか味変わるって言ってたけど、あ、ほんとだ、なんか口当たりがいい、あ、そうなの、口当たりすごくなんかまろやかな感じする、あ、ほんとだ、あ、おばれる違う、なんか優しくなった気がする、うん、普通の、あ、なんでだろうこれ、何これ不思議、あ、違う、あ、ほんとに違う、なんかまろやかな、まろやか、あの、いつもよりも、俺これいつも飲んでる水だからわかるんだけど、うん、あれ、まろやか、すごい、なんで、あのお姉さんの腕なのか、ドッキーのせい、ドッキーのお姉さんの腕かな、やっぱり愛情が入ってるんじゃない、ありがとう、ごつい男とかだったらちょっと変わんのかな、うん、割ってた割るなよ、割るなよ、ごついとか変わったおかわしごつ海賊みたいなグラスぶち壊しておかわりね、そんな感じになってたな、かわいいお姉さんだったから、そうだね、よかったね、よかったお姉さんね、さあ
いい感じに焼けたから。焼けたね。もう食うしかないな。時間も時間なんで。うん。食べよう。これすごくないこれ。これもう一回ちょっと一回持って。うわあ、これすごい。すごい、ちょっとサムネ撮ろう、サムネ。そう、握ったらあの骨かどうか分かんなくなるんだな、これ。そうそうそう、あれ、そう、片手持って、こっちの方がいいか。あ、そうしよう。いや、土器がいいですね。あっちぃ。すごいね、これ。膝焼けちゃうから。内股やつかったよ今。焼けた今。これを食べよう。これこの以上近づけないから。うん、もう食べていいかい。はい、よし、じゃあいただきます。いただきます。こんだけ我慢したんだから。あっちょっと、うん、え。あ、いいよ。いいよ、食っていいよ。行ったくっていいよ。うんやった。うん、あ、あ、でも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 いいじゃん。おー、おいしい。めっちゃいい。ほんとめっちゃいいじゃん。食べて、いけてんじゃん今。骨熱かった今。あぶねこれ。陶器だから。あ、骨取ってるこれ結構。あ、すごい。見た目抜群だけどね。あ、あ、え、めっちゃ美味しいのってるよ。うま。うまい。しかも柔らかいよちゃんと。ええー。うま。うん。最高だ。うま。土器を。あ、土器を貸してくれたメンバーが。土器ありがとうね。本当に美味しいよ。本当に美味しいから。うまい。うん、肉もいい感じでね、通って。 いいですか、1枚。いいよ、君たちのおかげって言ってもいいんだから。君たちおかげって言っても過言じゃない。マコンソーセージ。あー、よかった。どうぞ、なんかもうお腹いっぱいでしょ、多分。はい、食べてください。すごい、いただいたお肉をみんなで食べて。すごいな、これ、ね、これすごいな。これなんかこうして、え、これ作られたんですか、これも。すごい。これな、これ何入れてきたんですか。これはそうめんに入れたり、貝汁を醤油で煮込んで。うーん、鍋として使えるんです。すげえ。さっきまで煮込んでました。すごい、ほんとじゃん、これもう。マジなやつじゃん。なんか普通食材とかこういうこういうのを持ってくる人っていますけど、やっぱ土器持ってくる人いないですもん。いなかった、なかなか。土器はいない。でね、ちょっと余熱で焼いてるけど、うん、いや、骨邪魔だったんだな。骨、うん、もいらない。やりづらい、やっぱやりづらい。あ、これ一番むずい。骨あると、うん、Born to be wild って書いてる。やっぱこうやって進化してくるんだから。骨はいらない。Born to be wild。普通に家で焼いて食ってた。細かく切ってわさび醤油が一番目。フライパン、やっぱフライパン最高。直火より、うん、フライパンが一番。食った最高。いや、寿司とこで食った方がうまいな。うまい。間違いない。熱すぎた。熱すぎた。